はい、ガンチャンネルです。今回はですね、業界に出た、ハイラックスの新グレード GRS についてね、お話ししていきたいなと思います。はい、で以前も、動画を上げてたんですけど、ほぼほぼね、前回の、動画と同じのようなね、まあ、内容で出てくるってことで、今回ね、日本仕様をちょっとまとめていきたいなと思います。僕もね、今回パソコン見ながら一緒にね、一個一個ね、ついてるパーツだったりだとか、皆さんに紹介していきたいと思います。ではね、早速行ってみましょう。やっぱりね、この GRS、今までのハイラックスとね、だいぶイメージ変わってきたのかなと思います。今までのね、ハイラックスになかった横文字ですね、横文字のトヨタっていうロゴが標準で入ってるっていうのはね、非常に大きなポイントなのかなと思います。今まではね、トヨタマークがあったので、ここからしたらこうすごい新鮮に見えるというか、かっこいいなと思います。ランクル300もね、こういうようなね、 GRS にね、イメージを統一してきてるのかな。でフロントプレスから行くと、このね、実はヘッドランプがね、専用化色で、これおそらくなんですけど、多分周りのメッキかな、周りのベゼルのメッキが変わってるのかなと思います。 Z グレードとはね、また違うようなカラーリングのヘッドライトがつくってことで、非常にね、これもいいところなのかなと思います。だいぶね、フロントが締まって見えますね。であと、そのグリルについているその GR のエンブレムだったりだとか、フロントバンパーも、海外の6個タイプのグリルになってるので、左右ともね、分かれてるようなね、バンパーになってですね、その中心にこの GR のオリジナルのグリルが来るというね、今までの車になかったようなね、新しいデザインになってるかと思います。でこのバンパーとかだとね、海外仕様の6個をね、真似することもできると思うので、カスタムにもね、結構ね、幅が広がるんじゃないのかなと思います。オーバーフェンダーだったりだとか、まあ後ろの方もそうなんですけど、カラーリングがね、グリルと一緒で、カラードパーツなんですよね。車体色と同じパーツがつくってことで、こちらもね、非常に大事なのかなと思います。このフォグランプ見ていくとね、実は、海外の GRS 仕様と違って、フォグランプベゼルがね、少し小さいものがついてますね。海外の6個と一緒かなというような形で、そういったところね、海外仕様と異なってるのかなと思いました。リアバンパーもクロスブラック塗装ってことで、今まではね、メッキとグレー塗装っていうのがしかなかったんですけど、今回ね、この真っ黒で、ツヤリのね、黒で塗装されるってことで、GRS なんですごいイメージとして合ってるのかなと思いました。で、ドアミラーはブラック塗装かな、になってますね。で、タイヤが、18インチの、海外仕様とね、同じものがつきます。キャリパーの方も赤い塗装で GR のロゴが入ってるっていう形ですね。この辺もね、海外仕様と一緒で、非常にね、この GR のね、デザインに合ってて、かっこいいのかなと思います。アウトドアハンドルも、カラードパーツで、白なら白、黒なら黒っていうような感じで、車体とね、同じようなものがつきますね。はい。あと、忘れちゃいけないのが、サスペンション。サスペンションがね、Z、X と違って、専用のものがね、装着されるっていうことですね。で、GRS って、少しね、前高が高いんですけど、その分ね、サスペンションではなくて、シャークフィンに変更になったので、そちらのアンテナの分でね、前高が高くなっていると思います。なので、車高は Z、X とね、同じような感じとなっております。次、インテリア行きましょうか。インテリアやっぱかっこいいですよね、GRS。僕も前回の動画で見たんですけど、ほぼほぼね、そのまま出てきてるので、こちらもね、非常に嬉しいところで、このね、フロントのシートの形。今までのハイラックスとシートの素材が違うだけじゃなくて、シートの形もちょっと違うんですよね。で、僕の期待してたこのヘッドレストの GR のね、ロゴがしっかり入ってるので、この辺もね、ポイント高いのかなと思います。あと、その他にアルミペダルがついたりだとか、スマートキーがね、 GR のロゴが入っていたりだとか、インテリアはね、すごい GR をね、感じられるデザインかなと思います。まあ、ほぼほぼね、ロゴが入ってるので、イメージがね、統一されていいのかなと思います。パナマミックビューモニターってことで、360度見渡せるので、非常にね、バックの時も安心かなと思います。ハイラックスはナビが別売りなんですけど、これは最初からナビが入ってます。で、これは、ディスプレイオーディオって形で、Apple CarPlay とか Android Auto っていうスマートフォンとね、連結させて、まあ、モニターガルとして使うようなものですね。運転する際、Google マップとか使われる方多いので、非常にね、このディスプレイオーディオっていうのはね、助かるのかなと思います。ただね、こちらのデメリットとして、テレビがね、視聴できないんですよね。
なので、まあ、ナビ、普通のナビも合うのかな。なかなかね、ディスプレイオーディオってまだトヨタ車でもあんまり採用されてるのが少ないんですよね。海外だと主流になってるんですけど、テレビが見れないっていうのが結構痛いのかなと思います。全幅も、普通のハイラックスよりね、オーバーフェンダーがあるとだいぶね、横に広がってるんですよね。それがやっぱり前から見た時とかね、印象変わってかっこいいのかなと思いました。こうやってる GR のエンブレム、前後左右ともねエンブレムがあるんですよね。 GR のフロント側はグリルのところについていて、リア側はハイラックスのロゴの下の方に GR のエンブレムがついていて、で以前ハイラックスのエンブレムがあったところに GR のエンブレムのみ、フロントのドアの前の方ですね、そちらに左右ともついてますね。はい、こんな感じで今回の、新グレード追加っていうので、ね、ちょっと情報をまとめてみました。思った以上にね、海外仕様を忠実に再現してきたので、この GR グレードを待っていたって方も多いと思います。海外仕様になったデカールっていうのはね、日本に入ってこなかったので、まあ、この辺もね予想通りかなと思います。後々ね、輸入業者とかね、いろいろ海外仕様のデカールを日本にね仕入れてくると思うので、ネットとかでね買うのがおすすめかと思います。あと最後ね、結構大事なとこなんですけど、前回の動画でも言った通り、このね GR グレードは白と黒ののみの設定となってるので、悩ましいところなのかなと思います。海外だとシルバーとかね、赤とかそういった設定もあるんですけど、日本はねこの2種類になってるので、白か黒かで選ぶような形となります。前回も言ったんですけど、まあ、白もねすごい存在感ってかっこいいんですけどね、黒がねまたブラックラリーエディションを感じさせるようなデザインでね、個人的にいいのかなと思いました。金額の方が431万2000円となります。こんぐらいの装備でこの金額は個人的に安いんじゃないのかなと思いますね。ナビもついてて、ホイールも18インチが入って、でシートもねこういったようなスポーティーなシート入ってるので、非常にねこの GRS おすすめですね。でヘッドライトも専用加色ってことで、あの Z ともねまた変わってるってことでね、リリースがね非常に楽しみかなと思いました。納期なんですけど、やっぱ聞いた話だと今ね、生産自体が遅れてるみたいで、今契約して来年のゴールデンウィーク明けとかになると思うので、ハイラックス市場ね一番納期が長いのかなと思います。今全グレード、そうですね、 Z も X も一旦ね生産してないみたいなので、だいぶね納期は伸びてくるのかなと思いました。あとね、結構これも大事かなと思ったんですけど、Z、X と違ってスペアタイヤもね車体と同じホイールがついてくるんですよね。ブラックラリーの時もそうだったんですけど、個人的にねこれ同じのついてくるとローテーションがねできるので非常におすすめです。はい、スペアタイヤといっても普通のね、車体についてるタイヤなので、あのローテーションしてねスペアタイヤを外して時々スペアタイヤを車体につけて転がしてあげるといいのかなと思いました。はい、あとエアコンですね。エアコンも Z も今回から変更になったんですけど、左右ね独立コントロールのエアコンがついてるので、こちらもね、GRS ね楽しみかなと思います。で各部ね、インテリアもね加色が結構変わってるところがあるので、こういったところもねいいのかなと思いました。で今回こんな感じで新しく出たねこの GRS、 非常にね皆さん期待されてた方も多いと思うんですけど、一番期待されるようなね形で出てきたので、まあ、今後ねハイラックスのカスタムの幅とか、ハイラックスに乗りたいっていう人が増えてくれるといいなと思います。10月8日に発表された GRS の情報なんですけど、今回ね、無事リリースされたってことで、ぜひ皆さん参考にしてみてくださいね。この動画いいなと思った方は高評価、あとチャンネル登録してない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではガンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。